します、ロコモコ弁当。もちちゃんね、もんどりもんどり、はい、もちありがとう、もんどりもんどり、すごいね、もちちゃん、あるかも、もんぐもんぐり、あいちゃんもね、もんどりもんどり、お茶ばっかりありがとうございます、もんどりもんどり、うん、正解、ロコモコ大正解でございます。これはもうリピートだね、ご飯大盛りだしね、ネットつながったらパソコン持ってこよう、パソコン配信してみたいな、この部屋が、うん、お弁当はリピートする。あ、なんか電波悪くなってる。持ってこようってあんた映る気あんのあるよ。半分ぐらいね。うん。10分の1、4分の1ぐらいだと思う。明日ね。お手伝いよく。ちょっとこれはあんま大きくないな。味が薄いこれ。なんで車使って1回でやらんの、できないから、物が多すぎてできないからよ。うわ、これこんにちは、前から言ってるでしょ、ネットを開通待ちよ、人任せだから無理。うん、9時に待ち合わせしてる深夜君、ムゴ君とは終わったんで、もう相当前に別れたけど、私頑張って。うん、ね、質問が多い。土曜日は質問が多いの、うん。お店に2回来て、ね、2回目に告白された。散歩何時からですかって、今散歩終わってここに到着したんだけど、うん、明日も配信、今するって言ったでしょ。ベッドは2階だって、ここにベッド置けるわけないし、どう考えても、あ、同棲するときは1年住んで、過去最高記録をさらけ出したの、電化製品が届くので7万だから計7、まあ、残り23万、あれはかかるよ、まんまハンバーグ。やっぱ100万ぐらいはかかるよね。ペットはね、ここ OK。ペットもいいし、2人で暮らしても OK。ハチ君買えば、うん、結構これ、ボリュームあるわ。私でも食べれないわ、これ。ハンバーグ2個乗ってるしね。
加えすぎたままのが来るじゃん。誰だね。ね、元ボンジュリ隊長さん。元ボンジュリ隊長さんでしょ。私の中はヨギママは多分関係ないと思うよ。なんか電波悪いなぁ、なんでだろう。ちょっとかくついてるでしょ、電波悪いね。コンクリだから、でも前の家よりは全然いいよね。もう全然配信できないもん、あそこ携帯で。ごちそうさま、美味しかった。